三重県立鳥羽高校1年生は模擬会社を設立し、起業について学んでいて、ショッピングセンターで地元企業と協力してアイデアを商品化したスイーツや惣菜などを販売しました。生徒らが起業したのは鳥羽の菓子やコーヒーゼリーの販売店などで、元気に声をかけながら販売しました。じゃあ海洋プラスチックキーホルダーというのを販売しております。海洋プラスチックごみを材料にしたキーホルダーの販売店では、くじ引きで当たると肩たたきのサービスもついてきて人気を集めました。今日の売り上げの一部は地元ボランティア団体に寄付されます。